カラスマ半島前景2019年1月までカラスマ半島に存在した風力発電機草津夢風車カラスマ半島周辺の空中写真1987年撮影の2枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成カラスマ半島は滋賀県草津市下物町にある 琵琶湖に突き出した半島である。滋賀県立琵琶湖博物館、公益財団法人国際小召環境委員会、草津市立水生植物公園水の森がある。湖岸は、ブラックバスや、ブルーギルの外来魚が多数生息しており、釣り場として、多くの釣り人が来る。風力発電機草津夢風車があったが、2017年に、廃止が決定し、 2019年1月28日から撤去工事が始まった。久野あざがしたかつてのカラスマ半島江戸時代のカラスマ半島は、大見国久留本郡下物村に属し、カラスマは当時のあざ名であった。当時はカラスマ先と呼ばれた久野地形の差しであり、足地とされていた。明治以降、高地化が進み、1980年代後半には、 養殖が行われていた、中央部が埋め立てられて、現在の姿になった。1990年代半ばには、琵琶湖博物館や水生植物公園などの文化施設が建てられ、草津市内の観光スポットになっていく。半島全域からは、縄文番期から、弥生末期の遺跡が出土しており、カラスマサキ遺跡として知られている。なお、半島周辺の湖岸は、 国内最大級の連の軍政地として有名であったが2016年に突如消滅したため2020年現在その姿を見ることができない。のせいかん。夢風車、廃止すべき。草津市審議会が答申まとめる。中日新聞。 http://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュシガスラッシュ20170823スラッシュ CK201708230200031.html2017 年8月23日閲覧風力発電草津夢風車解体 日本放送協会,会 https://www3.nhk.or.jp/.lnews/.ot/.2019-0128/.206-001924.html2019 年,、eh、年2月1日閲覧。明治期の古地図、カラスマ半島あたりの原風景、abb はここ岸線の変遷。 龍国大学里山学研究センター28年夏に突如消えた琵琶湖ガのハス復活へ固定から移植開始。ありがとうございます。